One for all, Kazumi Watanabe, Japanese genius jazz guitarist Kazumi Watanabe, performed at the Bottom Line in New York in March 1999. Let's enjoy full-scale jazz with Carl Uncle. Thank you.
Thank you.
Ready. Camilo and Jean. Thank you.
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 ジョン・タツジ、ジョン。ラリー・コエル、ラリーさん。マイク・マイネリー、マイク。Thank you very much. どうもありがとうございました。And please, New York, put your hands together for the great Kazumi Watanabe. His young talent, his young genius came all the way from Japan to show us how it's done. Which once again proves peace will be achieved through dialogue between people playing jazz music. Thank you very much. Thank you, Kazumi. Hey, Domo. Are you sitting inside?なんですよね、全員が揃って音が出せるっていうのはこの当日しかなかったんですよ。だからリハーサルもまあ先にニューヨークに入って何日間かのやる中で、その例えばマイニエルとパティトゥッチと僕だけでやる、それからあのラリー・コリエルと僕だけでやるっていうね、そういう個別のものがやったりして、ところがあのミノはイタリアかなんかにツアー行ってて帰ってくるのがその前の日だと、だから当日会場でねっていう感じなので、じゃあ全員の合わせってないんだなという、まあ、最初から分かってたんですけどね。だからまあ そこで初めて合体という感じで、やりましたが、またそのねコンサート当日になって、じゃあ午前中にまずそのまあミノさんのパーカッションのセットを入れて、まずそれセッティングすると、で組んどいてもらって、まずそのレコーディング用のマイクを立てたりとか、それからライブ用のマイクをセッティングとかね、まあ、順番にやっていって、まあ午後2時ぐらいから全員のとりあえず音出しっていうかリハーサルが開始できれば、まあ本番までにはとりあえず全部通せるかなみたいな甘い考えておったらですね、ミノさんが来たのが午後の2時ぐらい、それでそっからセッティングを始めてまずいなっていうんで、そのマイク立て始めたりとかねして、実際にギターの音が出始めて何かできるようになったのはもう4時ぐらいですよね。でまあ割とそのライブハウスだからもうちょっと緩くてもいいんじゃないかと思うんだけど、あの結構オンタイムでショー始めるっていうんでね、ちょっともう本当1時間ぐらいじゃないぞと。で矢野さんなんかにもずっと早くから来ていただいたのを待っててもらって、本当にあのこの「ウォーターベイズ」というね曲、僕の方からリクエストで今回やりたいっていうやってもらったんだけど、あのもうそのステージ上がってから、ここのとこはやんなくていいよねって感じでもうアレンジ決めながらもうその日のやる前にやってって、それでもなんか2回ぐらいサクッとリハして、じゃああと本番でダメだったらやり直せばいいわねみたいな感じで、うわーっていうね、感じでしたね。でまあラリーさんはですね、まあ当日会場にもちろん結構早めに入ってくれたんだけど、行くなっちゅうのに、ちょっと時間があると分かったらちょっと外出してくると言ってですね、戻ってきたらあのリハギリギリっていうかライブギリギリっていう感じで、なかなかヒヤヒヤしましたけどね。あ、そうそう、もう一つねリハーサルでおかしかったのが、あのプリーズ・ドント・バンドル・ミーっ
ていう曲をね、シェフィンデュオでやろうと。で実はこれはね、僕がね、ドカタナっていう昔出したアルバムの中で初めてラリーにレコーディング頼んだ時に作った曲だね。だから彼はまあ随分前ですけど一回弾いてるわけですよ。それでリハーサル来た時にこう譜面出してみたら、まあ、もちろん彼は忘れてるから初めての曲のつもりで弾き始めたらすぐ弾けるわけ、指が覚えてるっていうか。そしたらもうこれ、なんで俺はこの曲知ってんだってね頼むよって感じなんですけど、なんかそういうこういいなんかファンキーなところがいいね。本当にあの音楽と仲間に助けられたっていうか感じですね。やっぱりみんなすごいなって感じですよね。で特にもうミノなんか当日来て知らない曲もあるのに、なんだこの人はっていうかね。もうあのなんかちょっとこれ任しなさいみたいな、すごい柔らかいいつも感じで、だから遅れてっていうか2時ぐらい来た時もなんかもうボンジュールみたいな感じで来るから、こっちはええっていう感じなんだけど、まあその前に一緒にアルバムを作ってるしね、もうあの彼のあのと一緒にいろいろ何度もいろんなコラボレーションやってるんで、感じは分かってるんだけど、なんかいいんだなというところは一つありましたよね。ボトムラインはね、そう前一番最初にあそこやったのは僕はイエローマジックオーケストラでついてった時なんですけどね。でそれでもやってるし、それから前、ベースのバニー・ブルナーなんかとアメリカのツアーやった時も一回やってるんですけど、もう本当にお客さんがねこう反応がとってもいい、気持ちいいっていうか、もちろんちょっとあの怖いっていうかね、それがダイレクトでなんかすごいダメだと本当にもうなんかブーイングなりかねないよみたいなこと言われる人もいるから怖いんだろうけど、とにかくねものすごいこういのこっちを乗せてくれるっていうか、分かってるのね結局ね、こいつらは俺たちが盛り上げてやるともっと良くなるぞ、もっとなんかでそのことによってもっと俺たちを楽しませてくれるんだってことは分かってて、揃終わった感じでいやーっていい感じで来てくれるしね。まあ演奏者冥利につきますよね。Thank you very much for watching. Please come and visit us anytime. Carl Uncle is waiting for you. Please subscribe to the channel.